アッシュレディオさあ、ということで始まりましたね。始まりましたね。ああ、よかったです。お久しぶりですね。久しぶりのこの BGM の BGM たまに見せても流れてますけどね。そうですね、はい。まあ、何の BGM を使ってるかですけど。はいはい、まあ、久々のちょっとアッシュレディオということで。久しぶりですね。これ何回ですか、はい、もう今40… まあそれは40回ぐらいやってるわけですね。5回ぐらい、はい、やってると思いますけど、はい、まあちょっと今日もまたいろいろとお聞きしていこうと思いますし、はい、まあ、今回ちょっとツイッターでも質問をちょっとあの短時間なんですけどいただいたのもあるんで、はい、それも含めて聞いていこうかなと。いきましょう。はい、まずこれちょっとツイッターでいただいた質問なんですけど、はい、アシナさんは元で100万円でビジネスを始めるとしたらどんなビジネスを始めますか。またその理由を教えてください。というね、ビジネス。なるほど。自分がいくら持ってるかでビジネス決めるもんじゃないですよね。ほう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 。なんか多分その彼は彼女かは分かんないですけど、うん、100万円貯めて何かしようとか思ってるとは思うんですけど、うんうん、なんかそのお金があったらそのお金の範囲内でとかじゃなくて、うん、もう一言で言うと人を喜ばせる、絶対これだったら喜ぶっていうのを死ぬ気で考えろっていう、うん、でそれが絶対人を喜ばせる方法だったらお金なんか別にいくらでも集まってくるっていう。なんかあんまりいくらあったら何をするかってすごく僕にとってナンセンスですね。あ、それは消費の考え方で、はい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 、100万円あったらなんか美味しいステーキ食べに行こう、うん、とか1000万円あったら家賃いくらのところに住もう、なんかそれなんか消費したりとか浪費する人の考え方で、はあはあ、そのいくら持ってるから何をするかっていうことじゃないっていう。ほう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 。いくら持ってるからはい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 。じゃあ違う考えはどういう考え？いや、例えばなんだろう、まあ、ビーチにしてもジェントルマンズクラブにしても、うん、要は絶対これなら喜んでくれるっていう、うん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 、でも例えばそれを始めるのに2000万かかる、うんうんうん、そしたら銀行から借りたらいいじゃないですか。うーん、もしくはこれこうやって絶対喜ばせられて売り上げ上がるから、うんうん、投資家入れたらいいじゃないですか、うん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 、っていうことです。うーん、はい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 、はい、まずはじゃあそっち側を考えないと始まんないってことですね。いや、それはそうでしょ。うんうんうん。100万円って何ができるんですか。何ができるんだ。100万円ある中でじゃあ60万円ぐらいでキャンディーを、うん、アイスキャンディーを仕入れてそれを1個100円だからそれを120円で売ろうとか、そういうことですか。まあそういうこととか。でも100円のアイスキャンディーが本当に120円で売れるんだったら1億借金して1億借金したらそれ1億2000万売り上げできるじゃないですか、うん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 、そしたら2000万儲かるじゃないですか、うん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 、でも大体そういう人はビビるんですよ、うんうん、これ本当に1億2000万円も売り上げできるかなっていう、うん、ってことはそもそも人を喜ばせることを考えてないわけじゃないですか。みんなが欲しいものを作ってないわけじゃないですか。はい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 、はい、だから絶対にこれで喜ぶんだっていうものを作らないと、うん、金なんかいくらあってもダメです。その絶対に喜ぶんだっていうものって、うん、どうやったら分かります。いや、それプレゼントと一緒です。どんなプレゼントを買ったらあの人が喜んでくれるかなとか、うん、どんな飲み会を開いたらあの子が喜んでくれるかなっていうの延長線上です。難しいことではないと。難しいことじゃないですよね。うーん、でも喜ばせようっていう感覚がない人は何やってもダメですよね、絶対に。はい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 、はい、いや、ビジネスをやろうとする人の多くが、うん、そのお金を人から取るとか奪うっていう感覚でビジネスを始めちゃうんで、うんうんうん、うわこれおいしい、このビジネスおいしいな、これだったらなんかあの人金持ってるからあの人に売りつけたらあの人1000万ぐらい払うんじゃないかな、うん、払わないんじゃないってはい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 、じゃあその人が1000万払ったとしても、うん、1000万1回払って終わりかっていう。そうすると一生飛び込み営業し続けるしかないじゃないですか。あ、別に一生飛び込み営業でもいいんですけど、なんかシンプルに人を喜ばせることってことを考えたらっていう。で、お金っていうのはその何かを楽に実現する方法でいいものを作る方法ではないっていう。何かを楽に実現する方法？はい、いや、例えば1億円あったら楽にジム作れますよ。でもいいジムを作る方法じゃないんですよ。ああ、はい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 、みんなそれを知らないっていう。
あ、じゃあ逆に言うと1億円あったらいいジムできんのにって思ってるってこと。あ、そうです、そうです。だから、うわ、俺はお金がないからだ、いつか金さえ手に入ればって言うじゃないですか。金が手に入っても無理だっていう。でもビジネスやってる人って金が手に入る前からもう成功してるんですよ。どういうこと、どういうこと。金が手に入る前から成功してるってどういうことですか。要はスプレッドシートなりエクセルなりで、売上がいくらかっていう表を作るじゃないですか。で、要はその、じゃあ例えば、10万円の商品だとしたら、まあ、10万円ちょっと分かりにくいけど、じゃあ1万円の商品だとしたら、お客さん何人いればいいんですか、月に。ん、売上の目標みたいな話。はい、例えば、1万円の商品、まあ500人とか。500人、いきなり多く出ました。まあ100人とか、例えば100人とかね、1万円の商品があって、それが100人の方が買ってくれたら、売り上げ100万円じゃないですか。100万円で、ここで考えましたけどのは、どうやったら100万円100人に売れるんだってことを考えましたけど、本当にまず100人に売れるのかっていう、本当に100人の人が喜んでくれるのか、じゃあなんとか喜んでもらいました、はい、翌月も100人欲しいわけですよね。本当に翌月も100人喜んでもらえるんですかっていう、その翌月も100人喜んでもらえるんですか、その翌月も100人喜んでもらえるんですかっていう、っていうことが、絶対に喜んでもらえるはこれだったらっていう明確な戦略があれば、だったら売上100万円、経費80万円でもいいわけじゃないですか。で、それ3ヶ月連続で喜ばせられるっていうんだったら、80万円、80万円、80万円の240万円の借金をしてもいいわけじゃないですか。そしたらそれ3ヶ月で回収できるわけですよ。はいっていうことです。あ、でもそれは手元に240万円なかろうが、手元に300万円なかろうが、それはもう考えて始められるんですよ。でも一方で、100万円あれば何かができるっていう人がいたとしたら、それは違いますよね。100万円あったら事業ができるんじゃなくて、100万円あったとしてもどうやって100人の人を喜ばせるのかって話違うじゃないですか。でもみんな100万円あったら100人の人を喜ばされると思ってるんですよ。はいそれは絶対違いますよね。うーん、じゃあ100人に1万円あげる、これ100万円赤字じゃないですか。じゃあ翌月どうするんだっていう、じゃあ翌月も100万円赤字じゃないですか。なんでそういうそういう考えに なっちゃうって思います。いや、みんなビジネスを知らないからじゃないですか。やっぱりそのビジネスのことだったりとか、お金のことっていうのをやっぱりあまりにも学んでいないんで、だからその、もう多分彼の質問とか全く悪くないと思うんですよ。100万円やったらとしたら何しますかっていう、それってなんか宝くじ買う人の考え方じゃないですか。1億円あったらどうする、僕も学生の時考えたことあるんですけど、いや1億円あったら、どうする、ハワイ行く、でもハワイ行っても余るよなとかっていう、そういうなんだろうな、夢の話じゃないというか。だからちゃんと正しい人が正しいことを学ぶべきですよね。で、なんかサラリーマンやって、サラリーマンの上司になんかボーナスが入って300万入って、その300万で車買えとか言われて車買うっていう、なんかもう意味が分かんないですよ。だからビジネスっていうのもなんか、やっぱりこう、まあツイッターだったりとか、そこらにゴロゴロゴロついてる話っていうのは、なんか広告収入で稼ぎました、アフィリエイトで稼ぎました、情報商材で稼ぎました、ネットワークビジネスで稼ぎましたっていう、なんかそういう非常に本質的ではない、お話がすごく多いんで、やっぱそういうこと、そういう表面的なことばっか学んじゃうと、やっぱ100万円何しようかなみたいな話になっちゃいますよ。本質的っていうのは、その人を喜ばすっていうのが本質的ってこと。え、要はお金がどうやって生まれるかって言ったら、喜ぶ人がいて、その必ず人がお金を払うわけじゃないですか。まず人を集めなくちゃいけないじゃないですか。なのに、要は人を集めなくちゃいけないっていうことは、全部のビジネスがそうなんですよ。不動産も買いたいっていう人を集めなくちゃいけないわけだし、株も買いたいっていう人を集めなくちゃいけないわけだし、経済は買いたいっていう人がいるからこそ、株価が上がっていくわけで、でもなんかビジネスをしたいっていうその人の多くが、その買いたい人を増やすどころか、
なんか人からあ、じゃあこれ100万円なんでって言って、なんかいいサービスを届けないで、うん、金ばっか取って、うんうんうん、奪ってるじゃないですか、うんうん、奪ってる人間に人が集まるわけないじゃないですか、うん、だからどんどん人が離れていくんですよ、うん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 、だからビジネスを始めたら人が離れたっていうのは一番アホなんですよ、一番それビジネスじゃないっていう、泥棒じゃないですか、だからなんかその保険屋さんとかもすごく多いんですけど、うん、なんかビジネスを始めたら友達が減りましたとか、ネットワークビジネスの人、うんうんうん、それビジネスじゃないんですよ、泥棒なんですよ、なんかそういうのちゃんと学んだ方がいいし、うんうん、そういうの知ってる人はちゃんと教えた方がいいし、まあ、ただ学校じゃ教えてくれない話なんで、はいはいはい、やっぱ自分がうわこれじゃやばいなっていう人がやっぱり学びに行くしかないですよ、うん、それは学ぶ側の責任なんで、うん、僕も別に誰から教わったって話じゃないんで、そういう観点でこういうラジオみたいなのを無料でやってるとめちゃめちゃすごいですよね。めちゃめちゃすごいです。いや本当にありがとうございます。ということで、はい、ありがとうございました。はい。